はい、6月14日月曜日、あるでーす、あれみでーす。実はテイク2 テイク2、日にちわからんくなっちゃう。さあ、ということで、1週間経って早いな、1週間ごとやからな。ねえ、本当に、ね、なんかこの間やったのかっていう。本当に本当に、いい、今日はですね、バイオ三昧です。イエイ。はい、ということで、お昼の部はバイオハザード6の、前回クリス編が終わったところなので、うん、ジェイク編です。イエーイ、ジェイクとシェリーのイチャイチャが見れるぞ。イエーイスタートします。はい、はい、ということで、あのね、ワンチャプターはいけるでしょ。いけるでしょ、うん、余裕でしょ、うんうんうん、いう感じで、むしろワンチャプター1時間半っていう計算で、そうですね、うんうん、っていう感じでやっていきます。協力プレイなんでコメント読むの遅れると思いますが、そうです。なので、はい、あの、そもそものね、ちょっとラグがあるので余計にちょっともう、はい、いつのね、うん、コメント読んでるんじゃいっていう感じもしかしたらなると思うんですけども、はい、あのアーカイブには残りますので、はい、ぜひコメントもよろしくお願いします。お願いします。ではやっていきましょう。はい、あ、どっちするって話。そうだそうだ、それ決めてないわ。ほんまやん。どっちがいいですか。私はシェリーだよ。え、なんでなんでなんで。あ、そうなの。私てっきりジェイクやと思ってたわ、アルちゃんが。ジェリーだよ。あ、そうなん、なんでなん、うん、それは。ジェイク見たいから。あー、そういうことね。アマチュアだよ。自分がアマチュアにしたい。はい、わかりました。シングルからハイスピリこれですね。そうですね。じゃあ全然ジェイクで大丈夫です。本当ですか。はい、全然よし。じゃあ私はこのアマちゃんを操作しながらイケメンの後ろついていくっていうああ、そういうことね。そうか、自分がジェイクじゃなくて、ジェイクに連れ添ってる女をやりたかった。夢小説っていうそういうことだよね。だからな、そういうことね。納得な、夢小説。夢小説って本当にお得じゃない。知ってる人限られるで。やばい、お得じゃん、夢小説。よかった、ゆみちゃんが知ってて。分かってる。分かってる、私もお得。あるんよ。夢小説って調べていただいたら、多分いろんな夢小説が出てくると思うんですよ。出てくる、出てくる。いや、あれもあれでね、いい作品多いんだよ、なんか。そうなんだよね。自分だからね、視点がね。そう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 。夢小説はね。だから言ったら、この世界観に自分というものが、うん、いるっていう、組み込まれてるんですよ。自分がセリーとかじゃなくて、自分なんだよね。そうそう、自分がいるんだよね。だいたい特殊能力があったりとか、なんか結構すげえ強かったり。なんか夢小説っていうフレーズがよ。だいたいね、なんかその推しの幼馴染みたいな立場で出てきたり、ね、うんうんうん、カップリングでだいたいやる。設定も無限なんで。そう、無限なんだよ、確かに。マジで無限なの。そうだよね、別に恋人じゃないかもしれないし。そう。あるんで調べてみてください。ワンピースの夢小説とかもあります。そう、何でもある。もう何でもいけるよね。どんな身も食べちゃえってから、いろんな身の夢小説があるんで。懐かしいわ。今どんなとこでテンション上がっとんねんっていう。本当にマジで味わった、味わっちゃった。もしかしたらコメント読めてなかったらごめんね。ごめんなさい、反映されてなかったらごめん。もう一回ちょっと聞いたか、栄養剤みたいなもんらしいけど、さっぱり聞かねえよ。たくさんやってらんねえよな。ギャラ上げてもらわねえと。ワオ、高くつくぜ。こんなの契約になかったと思うけどだ。
何をやってる人か。まあ条件次第じゃ受けたっていい。撃ったよ。あんたも欲しければ下の姉ちゃんに言いな。あんまり進めねえけど。やっぱりね、あなたには抗体がある。そりゃどう思ったって、何の話だ。あなたが世界を救うのよ、ジェイク・ミューラー。まず自分を救わねえとは。何やってんだよ。バランス崩しただけ。大丈夫。私はシェリー・バーキン、アメリカ合衆。はいはいはい、悪いけど時間がねえんだ。来ねえのか。お先にどうぞ。このね、なんかちょっと不器用な、なんかぶきらぼうな感じもまたかっこいい。かっこいいね。やつらが10は、はい、ということで、いきなりスタートしてますけど、ちょっとやり方も一回してたらそういうわけか。そうだね、一回確認しようか。この国から出たいけど。もう言うぜ。粘土ガン。すべ、え、すべ。なんか、なんちゃらバトン。ビリビリのバトンがあります。なんでだよ、こうやってすべだぞ。ナイフでもないんだぞ。おかしくない。クリスの時はナイフだったのに、こいつすべ。私ってこれ、こっち側や。嫌だよね。こうだよね。もういちいち変えるしかない。なんかいつものあれですね。間違えた。変わっちゃう感じですね。うん。いや、シェリーさん大きくなりましたね。ねえ。あっね。あの、ご存じない方にはシェリーさんはバイオ2のね、あのベオンが作った小学校だった当時小学校だったちっちゃい女の子が、こんなにも大きくなって何をしてします。何も立派になってエーゼルになってるんです。ゆみちゃんが喋ってる。何の設定してますこれ。あ、聞き手ね。はい。すいませんね、なんかあの話していただいて。立派になったシェリーさん。ねえ。本当に立派になったよ。あんなちっちゃい ね、 ねえ、お母さんも目の前で死ぬわさ。そうだよ、あんなトラウマだったよね。うん、どうだった。どうした。いいで、何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 で、オッケー。いるんだね。当たってるの大丈夫。当たってたよ。BSA に撃たれたか。何を撃ってやがんだ。あなたの仲間はみんなチュアボンに撃たれた。え、そうなの。学校じゃ狙われて当然。早く逃げましょう。BSA に撃たれたの。え、そうじゃない。嘘やろ。そう撃てるかこれ。どうやってピンって出すの。どうやって。映画見てるみたいだな。ポップコーンあるか。冗談してる場合じゃないの。当てきたいこれ。じゃあできた。避けていくしかないわ。あなたに怪我させられない。
ジェイクなんかジェイクだよ。誰よ、誰なん、めっちゃ暗いやん勝手に。おるんかよ敵が。敵が落ちてるのかな。わかっこいいこいつの体力。見たい見たい。なんか飛び出に回ってるみたいな。かっこいい。ここだぞ。蹴りといえばレオン。めっちゃおるやん。いやかっこいいぜ。蹴りといえばレオン。ジェイクといえばその間みたいな感じです。あ、そういう感じですか。こっちですよ。なんかまた、うわお撃った。どうしたの。落ちちゃった、落ちちゃった、危ねー、危ねーっていうかもう食らってる、超食らってる。ヘリーばっかやんか。あ、弾なくなっちゃった。あら、弾なくなっちゃったよ。ほら、なんかすごいかっこいいぞ今。プロレスは何、やばいっす。もうシェリー弾ないから、よし、スティックバトンでいこう。スティックバトンがあるからいいよな。こっちから素手なんだぜ。あ、マックくんが来てくれてましたよ。あ、マックくん、お久しぶりです。最初に条件だけ言っとく。お、マイキンが20万ドル、終わったらプリンセス、プリンセス。Thank you for coming. Welcome. Thank you. Thank you coming. 追加1000ドルか。一体につき。雇いに来たんじゃないの。は。じゃあ何の用だ。血をちょうだい。赤十字の人。違うのを聞いて。さっき襲いかかってきた奴らはね、シーウイルスっていう新種のウイルスに侵されてるの、うん、あなたと同じ注射を打ったせいで。でもあなたは変異しなかった、抗体があるからよ。今シーウイルスを使った大規模なバイオテロが計画されていて、ワクチンが必要なの。あなたが必要なの、ジェイク。あなたの血が。5000万ドルだ。え？キャッシュで。1セントも負けない。5000万ドルで 500cc。まあね、そこで血はちょっと分けないですよ。分かんない、ただ好きだったら好きだったら分かんない、好きだったら分かんない。あ、ハーブ取ったよ。いいね、いいね。あ、なんか書いてくれてる。 First time playing this game? No, firstWe are second time playing. 確かにセカンド。セカンド。マツくんが高くて。確かにな。高いけどまあ命がけでやってっからな。打って出るしかねえな。そうね。他に手はない。何？そのバカ。そういうことになるのね。ちょっとなんか下見よからぐらいに思ったら落ちるのね。かわいいな、おい。うん、そうなのよ。かわいさがもう溢れちゃって、溢れちゃってたね、さっきのムービーも。だけど今だってランチ。おいおいおい、私的にはライフルが死ね。あ、すごい、さすが英語上手い人。あ、ちょっと待った。はい、どうぞ。あ、いける。私さっき撮ったのね。どうですか。あそこにもいるわよ。見られない。私は全然見られないな。おい、下手くそめいね。ああ、いるんかい。なんかいる。
だよ。あ、びっくりした。下にも道が、明日が本物ルート。待って、そっか、明日が本物ルート。とかバイオセブンエイトとかジェイクが次主人公なんじゃないかなって私は思ってたんですけど、そうであってほしいよね。ねえ、まさかのなんかイーサンという一般人出してきたからね。やべ、ちょっと待って。Good luck. Thank you. Thank you. Thank you so much. これのうちでよかったらどうぞ。関西弁の大型町でない。一緒一緒、私も大型。だね、関西弁の大型。適応しました、適応しました。スキルポイント、私はスキルポイント、あ、スキルポイント、あ、なんか上に来たのね。そう、私はケリーさん、なんかどうやってか、なんか引き上げたりするのかな。あれ、私は引き上げたりするのかな。やるんだろう、なんか、あ、いけそういけそう、いけるぞ多分。まずいわね。はい、今にも崩れそう。はい、落としたこれ私。なになに、はい。あれ、どうしたらいいの、はしご落としてない。あれ、はしご、うん、ちょっといけますか。大丈夫です、大丈夫です。あ、こっちね。あ、これか。あ、行きました。ありがとう、はしご落としてくれたのね。いいや、いいや。なんか暗いな。暗いね。うん、危ねえ。お、かっこいい。かっこいい。なんだそれ。あったな、ジェイクならではのアクション。なんか結構身体能力高いんだよね。高いんだよ。さすがウェスカーの息子。ねえ。そう、暗いよ。いいのよ、血をください。BSAA が苦戦してるみたいね。あの橋を攻めるのは無謀だぜ。切り札の戦車が陣取ってたはずだ。橋の上の BSAA が耐えれない。そうじゃない、きっとなんとかバトンやってる。ちゃんとくじけたりしないの。やばい、トン、鳥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 じゃない、鳥ではないけど虫かな。ねえ、どこにいるんだ。あ、上か、上だよ。え、すっごい、結構5、6発ぐらい入れたんですけど、かま、なあ、相手元さん。ほんで私行くわ、上に。いってらっしゃい、引き上げてくれ。オッケー。うわー、めっちゃいるやんか。ね、あ、ここからや、落としたわ。もう出た、ぐるんぐるんっていくやつでしょ。ぐるんぐるんです。あー、かっこいい、かっこよすぎる。かっこいいんだが、多分クリスやレモンとかよりも全然無いですよね。かっこいいよね。早くない。あれ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 、人材能力がとか言ってたのに落ちたっていうね。シェリーどこ行っていいか分からへんかったわ。シェリーさんがエンドですか。あ、しまった。シェリーさんがエンドやったんかな。すごいやるじゃん。もう私は急いで行かなきゃいけない感じ。潰れるのね。あ、そういう感じかな。わー、助けてー。あー、バケモンじゃねえ、いい加減にしろ、加減にしろ。ちょっと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 ちょっ
せる。あ、ちょっと戻るの。シュリーいるかい。シュリーはもう無限に来るわ。無限に来るよ、ジェイク。無限なの。うん。どうしよう。この先に協力プレイでアップ動画あったよ。オッケー。え？本当に。本当に。戦うのか逃げんのか。数が多すぎる。逃げるわよ。レッドティーモ、レッドティーモ、 Are you guys playing online? No, 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 no online. No online. What's the matter? Thank you for coming. レッドティーモ。No, もや。そうだな。どう打つのかな。あーって。Nice to meet you. First time. Nice to meet you. やばいさ。私こいつめっちゃ無理やねんけど。追いかけられる系やった。うん、この部者やろ。おっかね。え、これめっちゃ無理やねんけど、ポイント。追いかけられへんよな。うん、やろ。なんかさ、ほら、レオンさんやったよね。4人で倒すよ。え、あ、でかいやつ多分。え、腕がチェーンソーのやつじゃなくて。あ、これレオンでやった。レオン編で4人でなんか戦ってん。あれでかいやつじゃない？なるほど。そうじゃないの？逃げよう。あれ違うやつ？なんかこれ違うやつやで。え、マジで？うん。え、やばいやばい。え、無理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 。え、あの、でかいやつはあれやで。なんで俺たちから出し上がる？レオンやつや。あははははは。レオンレイ。あ、思い出した思い出した。あの、変な瓦礫置き場みたいなとこで。そう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 。多分あいつじゃない？あいつか。ちょっと変わった。ダッシュだったのね。分かった分かった。ほんま無理よ私。なんてバカ力出し上がる。走って。一か罰か。一か罰かすぎるやろ。ジェイク！あー、ちょっと！背負ってる女だ！かっこいい、言われたい。手間のかかる女って言われたい。ジェイクになら言われたい。言われたい。なんなんだよ、あいつ。動いた？私たちを追ってるの。っていうか、あなたをね。やばい。取れた。ナイス。ロックライビオ。おおおお、正解がわからない。正解がわからない中、ここに進むかがちょっとね。これはトイレですね。上に行けそうな感じですけど。え、上に、うん、なんかプロプレイ。私一体どこに来てるの。行け。私はもう随時中に来てますよ。なんか協力プレイのところがありました。本当ですか。ちょっと待って、戻ります。あ、なんかこれアイテムの場所か。スキルポイント
倉庫です。ナイスナイス。スキルポイント倉庫に来て、これここじゃないの？このドアじゃなくてね、上トイレのところにね、うん、あるんですよ。なんかトイレどこだっけ、この辺になんか上に行くボタンが出たのよ。あ、協力プレイのボタン。そう、あれちょっと待って、見失ったぞ。あれどこだっけ、さっき出たんだよ。でもな、トイレあったよな、確か、うん、そうそうそう。あ、ここや、出たよ。なんかアイテムかな、置いておいて行きます。アイテムだよ、やったね。いるいる、レッドハーブじゃん。レッドハーブじゃん、よかったって。スキル&レッドハーブ&アンドあれがある、アンド的が。いる、ナイスナイス。弾全然ないやん。弾が全然ないよな。ねえ、これさ、ハーブめっちゃあるんよ。あ、じゃあなんかこれをちょっと調合するね。これしかないんで今。これ調合して私タブレット入れます。オッケー。で、これは渡しますか。一個だけもらおうかな、じゃあ。はい。ありがとう。オッケー。よし、じゃあ進む先を先に。タブレットもあるやんな、近くにおったら一緒にあれ回復するんやもんな。そう、そうだった、そうだった。勝手にやらんほうとこなんかね、知らんかったからね、前回とか。気をつけます。見て、あそこから出ましょう。クリスク並みに食べてたかな。食べてた食べてた。このビルも崩れそうだぞ、検査を呼んだ方がいいんじゃねえか。危険ね、それにここで外よりも寒いんじゃない。やった、よかった、タマゲッツ。待って、外よりも寒いそうです。マジですか？これは一体もしかして何？おお、なんだ、リモコン爆弾だよ、私だ。戦闘中だもん、私だ。全部私だ。全部ジェイク。おお、ナイス。ここか。なんかクリスの時のさ、このアイテムの出すやつちょっとわからんかったけど、あ、出しやすい。そうやな、なんかクリスの時やりやす、やりにくかったよな。やりにくかった。くそ。ザコに構ってる暇はねえんだ。おお、ナイス、ナイスじゃないですか。素晴らしい。なんかアイテムなかった？確かに金の。え、5000？え、使っちゃったよ。ザコに構っちゃったんだが。え、めっちゃあるやん、至るところにドラム缶が。ほんまやん。5000ちゃん。うっそ。全然覚えてないな。なあ。ここにもここにもいっぱいある。あ、まだあった。ありましたね。トイレに。トイレ、どこにトイレあった？トイレに結構ありがちな。まず部屋なんてあった。え、なんか言ってない。なんか言ってる。リモコン。ジェイクどこ？ジェイクどこ？ああ、なんかこっち。あのドアのところ来たよ、ドアのところ。あの協力プレイのところですか？うん、オッケーです。じゃあ行きます。なんかほら、あそこなんか銃じゃない、あれマーク。え、ほんまやん。この先？この先かいな。うん、ほらほら、ボスペンや。無理なんだか。どうしたやー、あれやんけど。待って、片付けるしかなさそうだな。よし、オッケー、来いよ。カマンとか持ってないのに、もしかして先あれ先銃だった。もしマジスライドリーキャー、こっちに来たぞ。いいぞ、マザーク。なんか一般人もいるんやけど、一般人もいる。一般人なのこれ。ポストラまだ半分しか持ってないんだぞ。予想なのよ。ジェイク、またすぐ。ナイス。ジェイク、ナイス。ギリギリでは無理だね。わー、何、壁壊してくんの、そういう技なんだろう。5000
マンドルの件忘れてねえだろうな。上司を説得する。見つけてられたらね。ね、そうなんですよ。やっぱりタコってタコ倒したら、たまね。うん、自分っぽいね。キルポイントやったし。わざわざ伸びる、腕が伸びるのなんてちょっとダメですよ、それ。それはあの別の人がやってらっしゃる。そうなの。こっちにグラム感があるんですけど、いらしてくれませんか。買いました。来ましたよ。端っこの方に。あ、もやわ。ここにおびき寄せなきゃ。刻みでハードになってく。でもあなたが取れたんちゃう。嘘や。重大だからね。しくじったってこと？ハンドガンで倒しちゃいけなかったんかな。しくじったんちゃう、うちら。まあ。3年前南米の戦場で死にそうになった。敵に囲まれて気がつけば味方を全滅。落ちちゃったから。銃はどこかに行っちまった。相手はナイフで襲ってきた。撃つまでもないと思ったんだろうな。突然何の話？ナイフを痛いし血もいっぱい出る。最悪だ。でも俺は弱い。死に方に文句は言えねえ。なるようになれだ。でも今回ばかりは文句がある。エレファントキラー。金のために戦って死ぬのは仕方ない。でも分からずに殺されるのはラッピラだ。エレファントキラーゲットしたよ。やったー。弱くなっちゃうん、これ。なんで俺を殺そうとするのか説明しろ。あいつはジュアボと同じでシーウィルスによって作られた BOW、バイオテロを目論む組織ネオアンブレルの追手なの。ネオアンブレル。抗体を持つあなたの体を研究したいのよ。あなたを殺してでもね。傭兵やってた方がマシだな。でもあなたのことは私が守り抜く。世界を救うために。俺じゃなくて俺の血を守りたいんだ。喜ぶ世界を救うさ。金さえもらえるよな。やった。最強だい。はい。また。暗。ね。真っ暗すぎてさ、見えないからアイテムが。そうなんですよね。多分うちらの照明のせいもあるんでしょうけど。すごいね。だから照明のせいでね、もうね、照り返しがすごくて目がアリちゃんもうちょっと落ちちゃったね。そうなんだよね。そうだね。すごいね。青なんかいるじゃん。落ちちゃってるじゃん。
弾はね、あるよ、弾。弾あるけど戦ってたんや。はい、電撃で。電撃いいね。うん、そういう武器欲しいわ、私も。ジェイカーなんもだって強いからさ、肉体が。肉体がね。うん、それってなんか、あれなんかな、やっぱベスカーのそのなんか、こうウイルスの関係で。国家安全保障局のシェリー・バーキンです。強なってる。強なってるってこと？あ、出た！あ、シェリー・バーキンって、ラクーン事件の。おじさん。誰からそれを？クレアだ。それじゃあ、あなたがクリス。妹が世話になってる。隊長、あいつ反政府軍。そう、彼は傭兵です。訳あって合衆国政府が保護しましたが、 BSA の敵ではありません。金次第で敵にもなるぜ。今なんて言った？なんだ。なんでもないよ。アルファチームへ。放射砲が邪魔で増援部隊が着陸できないらしい。対処しろ。アルファ了解。マスター、レーダーに未確認飛行物体を捕捉。こっちへ向かってる。クレアちゃんはシェリー・ジェイクチームで。オッケー、オッケー。なんか違う。だって前回はピアスもないし。
あ、いや、スピアーズかも。ここにおるもん。固まってるけど。あ、ここみんなおるやん。お前ら、クリスおじさんおった。みんな集結してるぞ。どうしたみんな固まって。え、なんなんこれもういけたん。もう一人おる。何町？あ、フィン町や。あ、フィン町？みんなフィン町や。だからおじさんたち固まってんやん。もう少し時間をください。ほんまや。これも乗るよ。みんなね、時間をくださいって言ってる、うん、みんなピンを見守ってんやな。爆弾セット完了、離れてください。残り2機だ。よし、次のターゲットへ向かいましょう。どこですか次のターゲット。ちょっと今クリスたちと一緒にいます。どこなの。なんか物がいましたね。うん、ここでようやく入れるんだ。いや、あ、ここ先入ろうと思ってたんよおじさん。みんな爆発させるんや。あ、この建物に入るのもか。そう、ほらドア開けました。あ、ナイス、ありがとう。ありがとう、ありがとう。入れなかったと思ってたよ。そうなのね、頑張って入ろうとしてたのね。そうなのね。上で、上ででも なんだっけ？多分なんか大型落ちてる機械なかったの？じゃなかったっけ？降車砲の爆破準備開始。少しの間、敵を防いでいてください。振動それはもう少し時間をください。一般人を、一般人を寄せ付けないようにするってこと。出てきたよ。あ、本当ですね。そんなのいいんですよ、マジで。あんま出してくれたのにさ、スキルバックだ、スキルバックだ、スキルポイントばっかりなの。そうなの、回ってないのよ。だから素手でやる以外ないのよ。マジまたスキルポイントだよ。あ、しまった、なんか回復してもうたで。あら、素手ってなんなん一体。素手ってどう戦えばいいの。結構クリスおじさんもなんかやってくれてるから何もやらなくてもいけるんじゃないかな。マジでかよ。離れてください。離れてください。よっしゃー、映像アルファ残り1機、巨大 POW がもう1点接近している。めちゃくちゃ逃がしたやつだ。そうだわ。アルファ、ゲージ用意。あなたが私のスピードの出し方をするのを見るのが好きです。私は翻訳を使っています。ターゲット残り1、地下道から行きましょう。ナイス、アスレイター。あー、降りられへん。おじさんたちもう行っちゃった。行っちゃった。なんだ、ここ行ったよ。めちゃくちゃ食らったよ。めっちゃ食らってるのを見てしまった。あれ、どうしたらないよ。いいよね。
った、そういえば。え、地下？なんか地下からうちら入らへんかった。本当？へっ、チェックポイントって出てきたの。出てた。なんだ。放射砲の爆破準備開始。あ、少しの間敵を防いでいてください。やってた。もう少し時間をください。ああ、なるほどね。追いかけられるぞ。どこでやってるの。あ、あそこでやってんねや。オッケーオッケー。あー、ほんまやね。あ、ここ。え、ちょっと待って、ちょっと待って、止まらんかい。まだ上に登ったで。じゃあ私もどうしてきたの。おい、行くな。行っちゃったんですけど。そして弾がなくなったんですけど。もう何もできない私。うちやっけ。爆弾セット完了。離れてください。先は伝えた。終わったね。ありがとうございます。おい、待て。どっかで会ったか。アホ面は似たり寄ったりで見分けがつかねえな。お前いい加減に。悪かった。気をつけて。この側面だけ見てたらめっちゃ大人やん。ねえ、大人の対応してるよな、おじさん。ね。ご相談したいことが。ミューラーさんは協力に対する報酬を望んでらっしゃいます。5000万ドルです。5000万ドルって何や。はい、ゼロに2桁ってこと。ええ、わかりました。お伝えします。500万。それでやってるやん。話はついた。500万円。5000万。ついたわ。お、応じるって。あ、5億。話が早いな。5億、やばくない。やばいな。え、違うか、逆か。え、100どころですか。1ドル100円か。うん、ってことはやっぱ50。さっきあんたにその500万か。慣れ慣れしくしてたやつ。え、クリスのそいつ彼が何だ。調べよう。なんでもない。5000万ドル。50万。
すぎた。今のは嫌な予感がする。ほら、54億8000。やばい54億やばい。ちょっと待って、50億。なんか知らないかも、一瞬増やしていけるぞ。本当やで。打ち落とさなきゃ。ついだ、ついだ。なんでこうなった？ねえ、誰誰打ち落とって。やべえじゃん、またあいつ、ほんま。おーい、やめろ。パラシュートすごくない？やば、うわー、死んでるし、勉強率悪いし、よっしゃー、なんという時間だ。どうしよう、どうしよう、30分になっちゃった。30分じゃ、1番は短いのかな。なあ、30分じゃ無理じゃね。無理だよね。もう1個いくのはちょうど1時間やん。なあ、とりあえずこれなんかあれやろっか、勝ったりとかしましょう。うん、勝ったりとかしましょう。後ろで、いやー、撃退数そりゃそうよね。そうよね。ルポイント、まずライフル持ってないのよね。そうなんよ、ライフル欲しいのにな。もうもったいないかな。違うの当てはめとく。なんかさ、今マグナム持ってるやん。マグナムのやつ開放させるとか、うん、頭、あ、そうする。もしくはもうショットガンのやつをリアルに、全然ショットガンじゃない、ハンドガンのやつの弾を
マグナムやったんかなっていうのも、マグナムやったっけ、マグナムじゃないかな。これをそれかファイヤーなんちゃらレベル3、そうだね、足りない、足りないのかよ、足りないから置いとく。そうだって、あと1万2000やで。もうちょっと頑張ればたまるって考えたらな、もったいないよな、これ使っちゃうかな。せやよな、肉弾戦強になった方がいいよな。いいね、銃とかその辺が。そう、うん、そうね、せやな。だがしかし、どうしよう。だがしかし、だがしかしどうしよう。一回ちょっともスタート画面に戻ろうか。スタート画面は終了かな。30分も余ってもうた。でも30分じゃ多分できへんしな。ん、うん、友達が何を話しているのか理解できるようになりたい。私はまだここにいて、彼らのプレイを、あなたに関する情報をデータチップに入れてあるの。見てくれてんだね。見つけた。飛ばしちゃってる。この吹雪の中で飛ばしたの。はい、でスタート画面に戻りましょうか。そうですね、そうですね、見てくれてるよって、あの多分理解できるようになりたくて見てくれてるのかな、かな、ピーターがね。うーん、ピーター、ピーターは何人、でもスペイン語って言ってるから、あ、スパニッシュかな。そうかそうか、スペシャルとかそういうの見てますか。とりあえずちゃんとセーブできてるのか。あ、そうだね。お、あ、そうだね。最初の画面かな、これプレイゲームかな。で、多分それですね。シナリオモードでチャプターが選べるはずです。あ、大丈夫大丈夫。あ、いけたいけた。ね、じゃ次は2の1からですね。2からですね。短かったの。でも確かにサクサク来たから。クリスもレオンもチャプター1は短かった気がする。そっか、うん、その辺が長いんか、2、3、4が。そうかもそうかも。せやなせやな、最初やからやな。なるほど。じゃあ、まあ、ちょっと終わりが早くなってしまいますけどね。そうですね、うん、オンラインか。オンラインやな。ワンプレイ。いや。なんかドックタグ。ベイトルホルダー獲得しました。なんで急に獲得したの。ね、謎だね。あ、変えられるの。あ、そういうこと。レオンのシナリオをクリアすると支給されるとか言ってあるね。支給されたね、うん、あー、うん、ハンドグレネード。クリスのシナリオとかそういうシナリオによって違うんや。レオンのやつよりクリスの方がかっこいいやん。おかしいな。じゃない？確かにおしゃれやんな。なんかおしゃれやで。レア。これなんかただの、これはまだいいよ。逆にノーマルの方がいいよ。そうだね。これなんかただのロッカーの鍵。確かにロッカーの鍵。ロッカーの鍵やよな。確かに確かに。ゴールドがいいな。そうだね、ぽいよね、ゴールドの方がね。あ、ほら、めっちゃかっこいいや。かっこいい。ほら、いいね、そっちの方がかっこいい。そ、注射器なんだ。うまや、かわいい。これよりもいいやん。クリスのやつの方が全然おしゃれね、うん、これはあれなんやな、あの手榴弾の。はやはや、手榴弾か。じゃない？ほんまや、ほんまや。手榴弾かっこいいな。ほんまや、よう見たらそうやわね。あ、何か、あ、トロフィー、あ、つけられた。お前横のやつが変わってるんや、うん、それはでもレオンがいいな。いや、色がほら、そうや、ほんまや、レオンと、名前はって誰でしたっけ。
人気のなかったミショーンじゃなくてミショーンって誰全然違う、誰やったっけ、ヘレナや、ヘレナ全然違うミショーンって誰、全然違かったぜ。ヘレナは本当に人気なかったよな。うんな、本当になんか本当に申し訳ない、あの5のうんうんうん、あの女の子は全然ね、良かったよね。そうそうそう、なんか良かったんやけどさ、ヘレナ人気はやっぱ悪すぎたよな。ね。5000万ドルのためだ。それかもう人じゃない。あ、そういうのもあるのね。うん、ライフセーバー。トロフィー何かを獲得するとどういうのもらえるのね。うん。いやでもなんかレースがいいな。金に金やしな。レオンも移動してる。女ってやつは。やだー。それにしよう。女ってやつは。女ってやつはってあの最後のあれですよね、ESAA の使命。もうなんかつらん、泣いちゃう、ちょっとピアーズ思い出して泣いちゃうね。最後の使命って右めっちゃ開いてるやん、なんで右には何もないやん。またつくんちゃん、これかな、あちゃうわ、文字が変わってる。ああ文字ね、うん、しかもよく見たら私のあれを ID 書いてるやんバレる。ソウさんの ID。ソウさんの ID 書いて。いいよ、バレても全然いいけどね。なんかオンラインにしてへんし。そうやな。オンラインでやることないし。入ってへんから。オンラインでやることないし。マヤ、ソウさんの ID 書いてるやんか。マヤン。いけるんだが。何それ。メダルを300枚集める称号50個。それは何なん、誰に見せんのそれをそれを持ってることで、え、この星の数ほどうん、レア度が高いのね。じゃない、300回ヘルプ状態ってどういうこと。え、ヘルプって何やろ。300回もヘルプ状態になったってこと。あ、捕まった時じゃない。あ、そんなに捕まっちゃった。私じゃないだとしたら多分そんなアルちゃんにめっちゃ助けられてるもん。いやいやいやよう捕まってたね私。ほんま300回もなんかもっとかっこいいでしょ。ゾンビを戦隊倒せゾンビハンター。385やで、だってまだ全然いってない全然いってない、ないで全然いってないわ。え、全然いってないのよ。かっこいい証拠ないかな。これあかんわ、全然恥ずかしいでしょ。あ、間違いやそんな称号いらん。恥ずかしいバレるやんか。これもでもないねん。コンティニュー50回37回もコンティニューしてる。やばい。あ、これめっちゃいいやん。これすごい頑張ってるやん。もうそろそろいけるやんなあ。もっとないんかな。あ、これ、あ、え、ヒルポイント結構貯めてますよ私たち。頑張ってると思わん。うん、3つやし、今んとこ誇れるとしたらそれじゃない、うん、これかマイスキル。歩きで 3000m せやな、誇れるのそれやな。そうやな、ちょっとそれ以外はあんまり誇れないな。うん、ヒーローをつけたいね。確かにヒーローいいね。ヘルプ状態の、だからヘルプ状態の仲間を、あと、うんうん、もうちょっと助けたらヒーローになれる。でもヒーローになるってことさ、ヘルプ状態ってもうあの死にそうな感じの状態ってことでしょ。どっちか一人がなんかこう捕まってるとかっていうことじゃないの。ヘルプ状態ってヘルプ状態ってさ、もうあれじゃないの、体力全部失ってほら、なんか何もできない状態のことじゃない。そういう状況だってなったらさ、一人は下手くそやなってあかんやん、ほんじゃあ、これもあるよ欲しないけどな、その欲しが欲しいって、なんか最悪それが一番いい。欲しいなんか気づいちゃったらあかんねんって言い切るしかなかったけどよく見てもらっちゃうから本当に。よし、オッケー、オッケー、なんだかんだもういい時間じゃない。そうやな、うん、オリジナルのドッグタグを作りましたよ、はい、我々一人で遊んでる時こんなんやったことないわ。いや本当にね、本当だよ。じゃあもう締めますか ね。はい、今日はちょっと短いんですけど
チャプター1サクッとね、いっちゃったので、はい、ちょっとね、はい、うん、これでいいでしょう。もう進めないと思うんで、これ以上いくと。そうですね、うん、トントンと言ったらね、別にさ、2時間にしてさ、チャプター2つぐらい進めれるかなと思うけど、ちょっと自分の力量がちょっとよくわかんないんで、わかんないんで、読めないんで、こっからまた下手くそになる可能性もあるんで。そうなんです。なのでとりあえずですね、はい、あのお昼の部バイオザンティ6は、以上になりますけれども、はい、まあ隔週でやっていくかかな、どうする。そうですね、隔週の方がいいのかな、どう思う。だってあの絶対絶命ね、そう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 、終わっちゃうじゃんこのまんまだと、多分これがね、そう、うん、終わりたくないっていうのもあるんだよね、好きだから。あ、じゃあ隔週でもいいかも ね、次は絶対絶命で、絶対絶命長そうやし、そう、まだ半分ぐらいっていう情報があったんで、うんうん、なのでもしかしたら次はそっちにするかもしれませんが、はい、まだでもジェイク編も始まったばっかりやし、エイラ編もあるので、はい、あるので ねあのじっくり楽しんでいきたいと思います、はい、セカンドプレイですが、セカンドプレイ記憶はなくなってるので、新しい、そう、はい、ファーストプレイの気持ちでやっております。気持ち、はい、で、いうことで、はい、次は夕方からなんですが、はい、その前にですね、すでにね、あのサブスクライブとかもいろいろやってくださっている方もいらっしゃいますが、はい、月に1回みたいな感じなので、はい、Amazon プライム加入されている方はぜひ、お手数ではございますが、毎月そろそろかなっていうタイミングでしていただけたら幸いです。お願いします。スイッチのフォローもお願いします。お願いします。で、 YouTube でご覧の方もいらっしゃると思いますので、はい、YouTube のチャンネル登録といいねボタンの方もぜひぜひお願いします。はい、残りますので、お願いします。あ、撮影会のことも言っときましょうか。はい、あ、そうだね、そうですね、7月の4日日曜日にアルエミの、はい、撮影会が決まりまして、ツイッターなどで詳細をすでに告知させていただいてます、はい、で、予約に関してはそれぞれの DM を開放しているので、あの予約の DM はそちらにお願いします。どっちでも大丈夫です。はい、ぜひぜひ。はい。で、今ね、ちょっとね、2部1人、うん、あと3部がもう両方埋まってしまってるので、はい、残り1部2名と2部1名の、はい、3名様分の枠が空いておりますので、はい、空いてますので、ぜひぜひ。6月30日まで受け付けてます。はい、そうです、はい、6月30日までぜひぜひ、まだ時間あるんですけど、はい、早めに、そうですね、していただけるとありがたいです。そうですね、もうあの先着順でも埋まったもん順みたいな感じになるので、はい、なのでぜひ詳細に関しては、ツイッター、はい、ゆみちゃんのツイッター、私の方見づらいかもしれん、ちょっとなんか過去に遡らなあかんからもう一回書きます。ツイッチの方の概要欄にも載っけておりますので、そうです、はい、ゆみちゃんが載せてくれました概要欄も、ね、ありがとう、ね、なので、はい、ぜひぜひチェックしていただければ嬉しいです。はい、お願いいたします。はい、ではこの後、はい、6時半から、はい、18時半から、お待ちかねバイオ8、バイオ8まだまだ旬だよ、まだ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 旬なので、うん、やっていきたいと思いますので、はい、ぜひ夜の部もお越しくださいということで、あれでした、エミでした、あれでした、イエー、これじゃないわこうだねこれ何これ未知保健児ありがとうこっち、はいはい、あ、こっちや、あ、はいそのポーズ